M3 チャンネルの SD ガンダム BB 戦士リペイント動画シリーズ、今回はナンバー96ノーマル SD のガンダム F90 です。以前に製作したキットをシールで色分け対応をしていたところを含め再塗装しました。今回の動画は塗装その1、まずは基本体の構成パーツをリペイントしました。早速塗装の様子を見ていきます。塗料は水性アクリルのシタデルカラーとファレホを併用、オール筆塗りで色付けしていきました。使用した筆は基本は模型塗装用の面相筆、面積の広い箇所はブラシを使って時短させ効率よく塗装しました。工程は下地塗りから上塗りの大きく2段階です。ベースに使用した塗料はこちら。使用したカラーごとに見ていきます。ファレホのゲームカラーデッドホワイトから塗装を始めました。白のベースに使用した粘性の高い隠蔽力の強いカラー、ファレホは世界水準で最高級の水溶性アクリルカラーと言われ、筆塗りによる塗装が滑らかに筆ムラも出にくく広い範囲に塗装ができます。白は薄く重ねてを心がけて色をのせていきました。F90 は単体では機動性が高い格闘戦仕様、ボディ各所のハードポイントに様々な武器を装備していきます。フランジ、硬化タイプでは大気圏突入が可能、ベスバータイプは新型武装、ビームシールドなどを搭載しています。ここからはシタデルカラーのコントラスト、グリフチャージャーグレイです。青の仕上げ箇所のベースにしています。コントラストは本来は染め塗り塗料、模型のディティールに沿って染まっていきます。希釈なしで塗れる利便性の良さも特徴で、顔料を含み下地になるので、こうして上塗りの目安をつける色分けを一旦するのにとても重宝しています。アポシカリーホワイト、こちらは水色で上塗りする箇所のベース塗装、ブラッドエンジェルレッド、赤で仕上げる箇所のベースに塗り入れています。イアンデンイエロー、黄色で仕上げる箇所のベースにしました。バシリカヌムグレイ、こちらは黒そしてグレーを上塗りする箇所の下地にしています。ここからは上塗りです。シタデルカラーのレイヤー、イービルサンズスカーレットです。下地にブラッドエンジェルレッドを塗った箇所、頭部、胴体、腕部の一部に使っています。バシリカヌムグレイをベースにした箇所にメカニカススタンダードグレイです。シタデルのベース塗料、隠蔽力の強いカラー、腕部、胴体に主に使いました。シタデルカラーはホビー用の水性アクリル塗料、塗料の食いつきも良く隠蔽力が高いので下地の色を気にせずに塗ることができます。イギリスのゲーム制作会社ゲームズワークショップが販売しているマットな質感の水性塗料です。上塗りで用いた塗料がこちら。このパートでかかった時間は約70分の塗装でした。黒はファレホのゲームカラーブラックです。黄色はシタデルカラーのベースアバーランドサンセット、黄色の塗料では屈指の隠蔽力の強さを誇るカラーです。そして塗装面積も大きいのでテクニカルラーミアンメディウムという溶剤を使ってムラにならないように着色しました。水色、シタデルのレイヤーローザンブルーです。青はシタデルカラーのマクラーグブルー、標準的な青色で重用しているカラー、扱いやすい青です。白の仕上げにシタデルのレイヤーホワイトスカーを使いました。これで鮮やかな白が仕上がりました。塗装後は水性トップコート艶消しを全体に吹き付け、
乾燥させて完成。色塗りが終わった各パーツを組み上げていきます。この動画パートではまず F90 の基本体を完成します。このガンダム F90 のキットは1992年1月に発売されました。塗装後がこちら。ということで今回は SD ガンダム BB 戦士ナンバー96ノーマル SD のガンダム F90 その1の今回の動画では基本体を完成しました。次回その2の動画で F90 本体とフランジタイプまで作ります。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。